こんにちは、のぞみでございます。今日は7月1日金曜日なんですけども、今日は3年ぶりに与那国島で国際カジキ釣り大会が開催されるということで、なんと今イベント広場に来てるんですよ。備え集落の3時から実はなんと闘牛があるということでね、今日は見に来たんですけども、はい、もう闘牛される牛がね来てるんですよ。で、僕ね与那国に来てね、闘牛を見るのがね実は初めてなんですけど、非常に楽しみでございます。めっちゃ泣いてますけど、はい、まず今日はねちょっとその模様をねお届けしたいと思います。あ、こちらがイベント会場ですか。ここにちょっとね席取ってみたいと思います。お、また闘牛の牛来ましたよ。闘牛の牛、わー、来た来た。あ、闘牛見るの初めてですか。初めて、僕も初めてなんですよね。初めてな、意外と初めてです。そうそう、闘牛できる牛は何とかいるって聞いてたけど、実際見るの初めてですね。迫力がやばい。じゃあちょっと席確保しましょうか。うわ、いや見なくない。どこで見ようかな。実際この中入ってきたのも初めてやね、これ。うわ、今から開催ですね。開催の言葉を今述べております。まあ、本当に3年ぶりの初心さん与那国島カジキ大会が実施できることになりまして、どうぞ最後までご声援よろしくお願いいたします。以上です。はい、伊藤さんです。ありがとうございました。さあ、大船入場してきました。お、来ました。いや、もうやる気満々じゃないですか、これ。
本日冒頭のミュージカルのセレクトの賭けでございます。はい、行け、はい、行け、はい、はい、冒頭のミュージカルの賭け、はい、はい、はい、こちらが変えています。はい、そろった。本日の6番、ウキルは引き分けといたします。引き分けですね。さあ、次は石垣島と与那国島の代表の決戦ですね。どうぞ、パンダ。お客様にお願いいたします。さあ入場してきました。石垣島代表 VS 与那国島代表ですね。ただいま入場されたのは与那国島。これは結構やる気があるんじゃないですか。次の3番線は、和野の菊川の戦いでございます。ちょっと顔が白いな。大山の入りましたのは、白黒パンダ。石垣島の菊川の戦いでございます。めちゃめちゃ顔すりつけとんな。おお、これはちょっと荒れるんじゃないですか。2試合目はちょっと面白そうですね。
決まりました。横綱決戦ですよ。はい、ただいま始まったのは白風呂でございます。はい、さすが横綱級です。うお、めっちゃやる気満々じゃないですかこれ。しかもでかい。その方が発球体、素材体だけでございます。はや、
閣僚講座をなさってございます。横綱決戦は53秒で終わりましたね。闘牛大会終わりました。僕与那国島に来て丸々5年ですけども、初めて闘牛見ました。結構迫力ありましたね。ちょっと近くで見れるか行ってみましょうか。なかなか良かったんじゃないですか。結構触れる触れる。いや本当に闘牛されてた牛の皆様お疲れ様でございましたって感じですね。ということで今回は7月1日3年ぶりの家畜釣り大会イベント広場で闘牛の模様をお届けいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。牛が帰っていく。